2024年7月25日、陸上自衛隊の指揮官である森下幕僚長はこの日開催された記者会見の席上において、行政区分上では東京都の小笠原村に属する、小笠原諸島の離島である南鳥島に新たな射撃場を整備することを報告したよ。小笠原諸島の離島である南鳥島は、日本本土の本州からはおよそ 1800km ほど離れた場所に位置し、地理的には日本の最東端にあたり、現在は民間人の居住者はない上、基本は入島すること自体が禁止されているな。今回は南鳥島へ12式地対艦誘導弾の射撃場を整備する計画が進められている件について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。現時点で南鳥島には海上自衛隊の基地が置かれ同隊員が配置されているほか、国土交通省の関東地方整備局及び気象庁の職員が少数常駐を行っており、国の機関が目的に応じた職務を遂行している状態なんだ。南鳥島は一つの辺がおよそ 2km ほどで構成された三角形型をしており、総面積は 1.51 平方キロメートル、標高は最大でも9メートルしかない平坦な地形の島で、島には医療設備体制もなく、かな過酷な環境と言えるだろうね。南鳥島へのアクセスは全長 1372 メートルほどの滑走路が1本あり、ここに離発着させる航空機と、南部にある波止場に船舶が出入りできるのみで、前述した海上自衛隊や国土交通省の人員の交代なども基本的には航空機を介して行われているよ。そこで海上自衛隊や国土交通省の人員の交代時には航空自衛隊の C130H 輸送機が、これらの常駐者の島での生活に必要な物資の運搬には海上自衛隊の C130R 輸送機が用いられており、先に上げた 1372 メートルほどの滑走路が生命線となっているんだ。今回、陸上自衛隊の森下幕僚長が報告した内容によれば、南鳥島には現在陸上自衛隊が配備を行っている12式地対艦誘導弾の射撃場を整備する計画となっており、同兵器の有効射程は 200km 弱と推定されてきたな。しかし日本国内に存在している従来の射撃場は、最大でも 40km ほどの規模のものであったため、現行の12式地対艦誘導弾の射撃訓練はアメリカやオーストラリアといった海外の演習場に出向いて行ってきた経緯があるぜ。12式地対艦誘導弾はその名称が示す通り、2012年から陸上自衛隊での調達が開始された兵器だが、本体である誘導弾の発射塔を装輪式車両の後部に搭載、他のレーダーや射撃管制に必要な機材などもトラックの荷台に搭載する形式の地対艦ミサイルシステムだな。現在、陸上自衛隊における12式地対艦誘導弾は、その運用の教育を目的とした富士共同団以外は、西部方面隊の第2特化団の第5地対艦ミサイル連隊熊本の県軍駐屯地、第7地対艦ミサイル連隊沖縄本島のマサル連分屯地に配備されているよ。第7地対艦ミサイル連隊は他にも第1地対艦ミサイル中隊鹿児島県の奄美大島の瀬戸内分屯地、第2地対艦ミサイル中隊沖縄県の宮古島駐屯地、第3地対艦ミサイル中隊沖縄県の石垣駐屯地等で南西諸島の島々に分散配備が進められているんだ。こうした12式地対艦誘導弾の配備が現在、南西諸島方面に対して集中的に行われている理由は言うまでもなく中国の軍事力の増大に伴い、その海軍力の圧力の増大に対処するためのもので、残念ながらその必要性は年々高まり続けているね。それは内容はともかく、艦艇数で言えば中国海軍はアメリカ海軍をすでに凌駕する数の総数で400隻以上の戦力を保有するに至っており、今なおその増加の速度を鈍化させることなく、東シナ海南シナ海は優に及ばす、西太平洋方面にまで進出する勢いらしい。こうした中国海軍の艦艇数の著しい増強に対処すべく、日本は南西諸島方面へとそれらが接近することを阻む目的で12式地対艦誘導弾の配備を進めてきたが、その運用と連動の確保が担保されているかといえば甚だ心もとないと言わざるを得ないな。というのも1二式地対艦誘導弾の射撃訓練は、前述したようにこれまでは日本国内でそれを行い得る射撃場が存在していなかったため、アメリカやオーストラリアに出向いて実施していたものの、その総数はわずかにこれまでの合計で6回ほどだったことを陸上自衛隊は認めているんだ。この1二式地対艦誘導弾の射撃訓練回数の少なさは、もちろんアメリカやオーストラリアといった受け入れ国側の都合にも左右されるとは思うけど、その最大の理由は陸上自衛隊員及び必要となる装備一式の輸送には、膨大なコストと時間が必要になるゆえだろうね。そのため、今回防衛省が小笠原諸島の南鳥島に1二式地対艦誘導弾の射撃場を整備する計画を打ち出した背景には、コストを抑えつつこれらを運用する陸上自衛隊の当該部隊の練度の向上を図り、中国による南西諸島方面への圧力に対抗する意図が感じられるよ。行政区分上で南鳥島を管轄している東京都の小笠原村に対して、防衛省側はすでに昨年2023年8月には1二式地対艦誘導弾の射撃場を整備する計画を説明したとされており、今年2024年に再選を果たした小池東京都知事もこうした防衛関係の事案は、国の戦艦事項であるとして容認の意向を表明しているぜ。加えて小池東京都知事は1二式地対艦誘導弾の射撃場を南鳥島に整備する計画について、国が当事者である小笠原村の理解を得るべく配慮してほしいとのコメントを発しているが、沖縄県知事などと異なりこの点においては常識的な対応を行っていると言えるかもしれないな。また当事者である小笠原村からは1二式地対艦誘導弾の射撃場を南鳥島に整備する計画について、日本が置かれた悪化する一途の現状の安全保障環境においてその必要性を認めつつ、射撃訓練時に誘導弾が放たれる方向等には検討を願うと表明しているらしい。こうした南鳥島の行政上の管轄者たる東京都、そして小笠原村ともに細かな部分での配慮を国防衛省サイドに求める意向はあるものの、総じて今の日本の安全保障環境を考慮した場合、その計画を受け入れてくれていることは同じ国民として感謝の意しか浮かばないね。防衛省側の想定によれば計画通りに1二式地対艦誘導弾の射撃場を南鳥島に整備した場合、同じ小笠原諸島に属し南鳥島からはおよそ 1200km ほど離れた位置にある友人島の父島母島方面の西方海上に向けて射撃訓練を実施すると説明されているよ。前述したように現行の1二式地対艦誘導の射程距離は最大でもおよそ 200km 弱と推定されているため、父島母島までは十分に安全な距離が保たれている状態であるが、現在後開発中の12式地対艦誘導弾の能力向上型では留意が必要となるな。現在開発中の1二式地対艦誘導弾の能力向上型では、まず第一段階としてその射程距離を少なくとも 900km ほどまで延伸させることが予期されており、最終的な第二段階ではこれが同 1500km ほどにまで達する可能性があるぜ。こうした1二式地対艦誘導弾の能力向上型における大幅な射程距離の延伸を鑑みて、南鳥島を管轄する小笠原村では射撃訓練時に誘導弾が放たれる方向に検討をお願いしたいと、国防衛省側に対する意向を打ち出している状態だと言えるんじゃないかな。小笠原村からのこうした要望について、少なくとも今の時点では防衛省側は正式な回答を行ったという報告は確認できていないけど、今後何らかの形で射撃訓練時の安全性の担保について、追加で説明するコメントが発せられるのかもしれないね。1二式地対艦誘導弾の能力向上型は、従来の陸上配備型地発型に加えて、艦艇から運用する型艦発型、航空機から運用する型空発型へと発射母体を複装化し、標的も対艦攻撃のみでなく、対地攻撃も視野に入れた展開が予想されているな。加えて防衛省側では、こうした1二式地対艦誘導弾の能力向上型に止まらず、当初防衛用の高速滑空弾頭の実用化も進めており、今後、南鳥島に射撃場が完成した際には、それらの新型兵器の射撃訓練も行われることとなるのだろうね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。